皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ三段と上野愛咲美女流棋聖との女流棋聖戦挑戦手合第2局のハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。上野女流棋聖の黒番です。まあ2連星ですね。中村三段はね、もう2連星しか打たないです。中村三段はで一間締まりました。でかかって二間に開きましたね。まあ珍しいですね、二間に開いた手は。まあここでは普通はまあこういうとこ三々に入るとかいうのが多いんですけれども、まあそうは打たなかったですね。まあつけました、ここにね。まあよくある手ですね、あの一間締まりにこうつける手ね。で跳ねて跳ねて、でついで伸びて当たり打って、で出て、で押さえて一目抜いて当たり打って、当てて抜いて、でここってまあこういくのがね、まあ定石なんですけれども、まあここでねこういうふうに鉄柱を打ちまして、こっちが地ですよと、こっちなので大きいということで、こっち打ちましたね。でなのでまあここ当たり打たなかったんでこっち跳ねたんですけれども、まあ実はここよりも、まあ、こう2間に開いておく方がまあ良かったみたいですね。はい、ここではね。まあしかしまあこう打ちまして、でまあここでまああのまあ詰めました。でまあここでね、まあ大ゲーマに締まりまして、でまあここで肩ついて伸びて押さえて、まあ跳ねて跳ねて二段パでして伸びて伸びて伸びて、で継ぎました。で跳ね継ぎましたね、ここでね。まあちょっと味がありますね、こっちにね。でまあここでまあさあここでまあここに打ったんですけれども、まあこの手はね、結論から言えばあまり打てなかったですね。まあここではね普通にね、まあここ肩ついていく方がまだ良かったみたいで、まあしかしここに打ちまして、でまあここに行きました。さあここに行きましてですね、まあここでですね、まあここに打ちましたね。まあちょっとこの取られる分損したということですね。ではこれは這いまして、で桂馬に打って一応連絡形にしました。でまあここでね割り打ちしまして、で詰めて、でまあ覗きまして、まあこの覗きはね盤上この一手っていう感じですね。はい、で今ちょっとな上のやっぱりここの損したのと、ここにね打って、であとまあここに打たれて、で今は若干ね黒がいいですね。黒が今はまあ 60% ぐらいで1目ぐらい有利ですから、まあちょっと打ちやすいという感じですね。でまあここでこっち押さえましたね。はい、で手を抜いて、まあ二間開いて詰めて、今こう曲がったんですけれども、まあ、今曲がる必要があるのかなっていう気はするんですけれどもね。でまあここにまあ当然押さえまして、でここに覗いたんですけれども、この手の意味がね、これ継いでくれって意味なんですけれども、これ継ぐ人いないでしょ、ここ。これね、もしね上の四段がね、これ白番で黒番にこう覗かれたと、じゃあ上の四段はこう継ぐのかと、私逆に聞きたいですね。こう継いでくれる人いないですよ、こんなとこ。でまあ反発しました。こんな反発する必要もないです。こんなの反発する必要もなくて、ほかっときゃいいですね。こんな手は本当にほかっときゃいいです。ほかってもこうもう取っちゃうとか、この石はね大きいところですから、それでもよかったです。まあ一応こういうふうに反発はしました。で今はもう形勢は互角ですね。ですからこの手によって、で一間飛んで一間飛んで、でまあこっち渡りましたね、ここでね。ついに覗いて、まあ押さえて、でここ打ったんですけれども、まあちょっとこっちの地を稼ぎたいっていう意思の表れなんですけど、でも攻めながら、ただどうだったんでしょう。この石をあまり攻めることに関しては、この手はあまり全然脅威じゃないですから、この石に対して。ですからまあここではね、まあこういうふうにねつけて、まあ割り込んでくると思うんですけれども、こうやってね、まあ、当たり打ってこう打って、まあついで、では一間飛んでね、こうやってやってこの石を攻めながらこっちに地作ったりとか、でこっちもね
継がれてますので、これ切ればこれ一目取れますので、こんな感じで打つのが本手だったような気はしますけれども、まあここでこっち打ちましたね。でここあの手抜いて飛んじゃいました。これあの全然脅威じゃないからね。今こう伸びまして押さえて、で一間飛んで、でここで覗いたんですけれども、この覗いた手がまあこれは悪手ですね。ただこれは 何かっつったら、単に白を連絡させてあげた手ですね。悪手だったと思います。こっちの別に出たところでね、この石は生きてますので、ですからここはもうほかっといてね、普通にこすんでおけばいいだけの話です。これは先手ですから、ほぼね、これこうグッと伸びられてこう押さえると覗きとかあって、また隅で手が発生しますので、これ押さえないといけないんですよ。隅 の味とかもあってだったんですけれども、まあ伸びまして、でまあ竹筆ついてね、で結局まあこすむんですけれども、まあこのね継がした分何の意味があったのかっていう気はするんですけれども、でここで中村三段がね、押さえずにここに打った手がまたちょっと理解できない手なんですよね。これはですね、今度こう伸びられると味が悪いんですよ、この隅の味が。だから今ここを打つのは全然別のとこ打ってるんですよ。急所じゃないんですよ、ここは。で結局案の定伸びてきまして、で押さえてね、でまあ一応まず生きないといけないですから、まあ一応こう言って、で覗かれて、でまあこうついでね、まあ継ぐ手もね、あまりね効率のいいっていうか、働いてる手じゃないですね、この手も。まあこっちですよね、打つのであれば。もちろんこう打ったからってこの石が取れるかって言ったら取れないんですよ。この石行きますけども、まあでもこっちの方が働いてますよね。まあここに打ちまして、こう打ちまして、で跳ねて押さえてついで、でここに行かれてですね、これ生きちゃいましたね。今は黒が勝率 78% で4目半ぐらい有利ですね。でまあここで肩つくんですけれども、出て一間飛んでね、でここで行きましたね。こっちもね、こっちも生きて、こっちもまあ行きましたね。でここでさらにこの手ですね。この手は本当に足の遅い手でした。まあ味が悪いっていうのはあるんですけども、出てね、だったら最初から一間飛ぶべきじゃないですよね。ここでここ打って、ここ曲がられて、今現在の形勢なんですけれども、今は黒がもう 95% ですね。で7目半ぐらいリードしてます。まあこれでまあ5終わったかなっていう気はしました、正直ね。でまあ伸びて、でまあここで行きましたね、はい。まあ、こっちに伸びる手もあったんですけれども、まあこっちで行きました。ちょっと自重しました、これは。でまあちょっと寄せ勝負なんですけれども、ここでね、うん、でまあここを打ちまして、でここでこっちを打ちましたね。まあ、実はここでは上から行くのがね本手なんですけれども、で渡らせてあげると、こうやってね渡らせてあげるのがまあ本手ではあったんですよ。こう言ってね、渡らせてあげて、まあこの辺ね、こういったらこれが全部丸のみですから、まあ味がなかったんですけれども、まあ、渡らせてあげた方が良かったんですけれども、しかしここでまあ、こっち反発しましたので、これぶつかってですね、これがですね、これ実はまあ取られるんですけれども、取られるんですけど、この石がちょっと生還するっていうんですよね、これね。でこう打って出てね、まあ、切るんですけれども、まあ、これ継いで、でまあこう出られてね、この4石は取られるんですけれども、まあここ出た時にね押さえて切った時にこれ先手になりますので、結局ここで結局得するんですね、白が。でですからこれは取られたんですけれども、実はそんなに損はしてないっていう。でまあここでね跳ねて、でまあ跳ねたんです。この跳ねた手はあんまりいいじゃないですね。なんでかって言ったら、どっちみち取られてますから、この手は。まあ今シチョウなんですけれども、まあこういうふうにね、逆にこう飛ばれたら、逆にこっちの自分の地が減ってしまいますので、まああまりいい手はなかったですね、この跳ねた手は。しかしまあ跳ねましたので、黒がね、まあでもまあそんなに悪手にはならなかったです。でまあちょっと寄せ勝負なんですけれども、ここからね、まあちょっと寄せがね、
まあ、上野予算予断がね、あの寄せがあまり得じゃないんですよね。まあ、そういうまあちょっと不安っていうか、まあ、不安っていうのはおかしいですね。私は中村三段のファンですから、まあ、期待というか、まあ、そういうのがね、まあ、あったんですけれども、まあ、ちょっとずつねここに打ってもう3目半ぐらいなんですね今ね、はい、3目半ぐらいなんです今、まあ、勝率は 85% ぐらいなんですけれども黒がね、まあ、そんなにないですから、でそんなにうまくないですからね、あの上野四段は寄せがね、寄せははっきり言って中村小寄せは確実に中村三段の方がうまいと思います、はい、これははっきりしてると思います。で押さえて、でこれはまあ先手ですね、こう打ちまして、でこうつけましてですね、でまあここでですねこっち行った手がちょっとどうなんかなっていう、これあんま寄せになってないんですよね、ここの手は。まあ、この辺を地にしたいっていうのは分かるんですけれども、まあ、ここではまあ、本当ここですね。ここ行かないといけないのに、ここでまあ、ここに行って、でここを打ちまして、ついでですね、こう、ちょっと実は味が悪いんですよ、これ、実は。で、ここでこうで、ここを打ったんですよね。これはね、本当意味分かんないです。なんでここを打ったのか意味分かんないです。これ、ちなみにこんなの打つのであれば、他のどこを打ってもここより多分大きいはずです。この辺の、どこでもこの辺ね、この辺でもこの辺でもどこでもいいで、打った方が大きかったはずです。この手は本当にね、意味が分かんないです。何が嫌だで、打ったんでしょう。ちょっと分からないですね、この手は。ですから、ちなみにこういうとことか、よっぽど大きいんですよ。こういうとこの方が。よっぽど大きいです。で、例えばね、こういったからって言って、これ無理じゃないですか。こう、継げば終わりですから。何の味もないんですよ、ここ。別に。守り捨てもないですよ、これ。ちょっとわかんないですね、本当に。なんでここに打ったのか理解ができないです。で、まあ、打って。しかもこれ、渡ることもできないんですよ。で、今は逆転しました。今は白が 80% で3目有利です。で、まあ、ここに打ちまして、まあ、先手ですから渡りまして、で、押さえて、伸びて、で、ここに打ちました。まあ、ちなみにここではね、こういう手がありましたね。こっち、出る手が。で、こうやって、こうやって。でまあ、この辺に打つ手がありますね。で、まあ、遮ったら、まあ、こういって、こういって、こういって。まあ、こういったら一応取られはするんですけれども、まあ、こういってね、これ、ビタビタビタとこうつけることができますね、ここね。はい。取られはしますけどもね、こういう手がありましたけれども、まあ、しかし、ここでね、こっちに打ちました。ちょっとこっちの、ちょっと地を作ろうということですね。やっぱり予選になるとね、全然、ものすごい不安なんですよ。上の四段、四段は。で、こう、継ぎまして、これ先手ですから、まあ一応、ここね、狭間ついてきますので、継ぎまして。で、跳ねましたね、ここで。まあ、いい手ではあります、この手は。はい、ちょっと気持ち悪いですね、こう跳ねられて、はい。気持ち悪いところです。で、まあ、こう、つけましたけど、まあ、つけた手は、これははっきり、あんまりいい手じゃないです。さっき言った、私が言ったね、その手をなくしてますので、損な手でしたね。この出切りをなくしてますので。でもここで、まあ、で、反発しましたね、これに対して。まあ、普通にこっちから押さえた方が良かったんですけど、反発しました。で、まあ、こっち打ちまして、当たり打って、で、切りましたね。切りました、ここで。今はまたちょっと黒が逆転しましたね。黒が 65% で1目ぐらい有利ですか。はい。細かいですけれども、逆転しましたね、ここで。寄せ損しました。で、まあ、つけこしました。まあ、これ味つけましたね。味をつけました。これちょっと味が悪いですから。で、まあ、ここで、まあ、遮ったんですけど、さあ、ここでですね、こっちに伸びた手がちょっとね、理解できないんですよ。これ、当然ね、こっちの味を見るのであれば、ここではこっちを打たないといけないんですよね。で、これ、跳ねても、これ、主張にはならないですから、この石のせいでね。で、結局これ取られてるんですよ。この石があると主張にならないです。これは、実はね、これ、こう言ってたら、これこう受けないといけないんですよね。受けないといけないんです。ちょっとこの手は、まあ、理解できないですね。さあ、しかしここでね、まあここで伸びまして、まあ相変わらずね、また白がね、今度はまた白がいいんですけれども、まあ1目ぐらいですね。はい、65% でね。で、まあここで切りまして、ついで、で、まあここ、まあ削減しに来ましたね。で、当たり打って、まあ連絡しましたね、一間飛んでね。で、つけて、伸びて、伸びて、で、まあ、この辺にちょっと地つきまして、で、ここ、
曲がりました。で、ここでね、まあ、抑えましたね。まあ、抑える手がいいのか、一間飛んだ方がいいのか、まあ、微妙なところです。で、ここでですね、上野四段が、ここ打ったんですけど、この手がね、あ、この手がね、これ手になりましたね、これで。はい。これでまたまた、振り出しに戻ったっていう感じですね。これで、この石が取られましたね、この3子が。ここ手になってしまいましたね、これでね。で、こう打ちまして、伸びて、抜いて、まあ伸びて、これでまあこの3子は取られましたね。で、まあこっち押さえてね。今は本当、半目勝負ですね。半目勝負です。で、まあここでですね、こっちに打ちました。今はここの方が大きいんですけど、この切る手がね、お互いね。この手が12目の手ですから、まあここで踏んで、まあ押さえて。で、しかしまあこっち押さえましたね。で、ついで、ついで。で、一間飛んで、で、ぶつかって。まあ、はっきり言って、今この辺打ってますけど、こっちの方が大きいです。うん。こっちの方が大きいです。で、ついで。で、ここでこっちを押さえたんですけど、こっちよりもやっぱりこっちの方が大きかったです。こっちの方が大きかったです。しかし、まあ、結局黒がこっち取りましたね。結局黒が取りました。これで、まあ、じゃ、これも半目勝負です。相変わらず半目勝負です。まあ、これは先手ですね。で、つきまして。で、出まして。これは、まあ、先手ですね。隅が死んでしまいますので、上がって、これも先手ですね。こうなりますね。で、下がりまして。で、これも先手です。で、カケツギで。で、ここに下がったんですけれども、この手が非常に小さかったですね。これ、この後、勝つんじゃないかと思ってたんですけれども、小ヨセが中村三段の方がうまいから、この下がり打った時に愕然としましたね、ここね。はい。これで負けだと思います。これでですね、今ここで黒がですね、ここ伸びてたら、これはもう黒が2目いいです。勝率93%です。で、愕然としましたね、この下がった手は。非常に小さかったです。味も悪いし、はい、下がったところで。こう出る手もありますし、こっちね。まあ、これで、まあ、今日はまあ負けかと思ったんですけれども、まあ、ここでね、こっちを打ちまして、で、こっち打ちまして、どうもね、ここ打たないんですよね、なかなかね。なんか知らないんですけど、打てばいいのに。で、押さえて、で、ここに打ったんですよね。で、ここでなぜここに打たないのかっていうのが理解できないんですけど、もう見えないんですよ、これは。はっきりしてます。見えないです、この手が。見えてないんですよ、この手が大きいということを。上野女流棋聖は。ですから、まあ、ここ打ちまして、で、ここでね、当たり打ちまして、で、まあ、ここでは、まあ、つきまして、で、ここでですね、ここに打ったんですよね、中村三段が。これがですね、これがどうもね、おかしな手なんですよ。これ単にね、取って、取れば、こう言って抜けば、これどうってことないんですよ、こうやって抜いて抜いてで。これは黒がいいんですよね、これで。抜いて抜いてでいいんですけど、これ何を勘違いしたか、上野四段はですね、ここで下がったんですよね。これで、で、これで、半目勝負になりました。はい。で、抜いて、これは先手ですよね。次まして、で、ここに打ちまして、まあ、実はここよりもこれ抜いた方が大きかったんですけれども、まあ、ここに打って、で、まあ、ここで黒が、今ちょっと黒が有利な半目勝負みたいなんですけれども、で、こう切りまして、ついで、で、まあ、これ時間つなぎですね、この手はね。抜きまして、で、ここに打ちまして、これ先手ですから、こう押さえまして、で、伸びて、伸びて、で、ここ押さえまして、で、で、ここ押さえまして、で、こう、次で、次で、で、まあ、ここに打ちましたね。で、まあ、これは、まあ、いいところではあるんですけれども、まあ、これは先手ですね。先手で、で、ここを継ぎましたね。はい。味が悪いですからね。味が悪いです。ここを継ぎました。はい。これで一応受かってはいますね。はい。で、相変わらず、まあ、今は本当、半目勝負なんですけれども、で、まあ、ここでですね、まあ、
まあ、相変わらず半目勝負なんですけれども、今はどうもね白が半目良さそうなんですよね。でまあ押さえて当たり打ちました。でここでは、まあ、手を抜いて当たり打ちましたね。はい、当たり打ちました。もうこっからは小遊三は正確ですね。中村三段はね、ついでついでで抜きましたね。でこれをこうが結構大きいんですよね。これ勝ったらまあ1目半ですか白は。で負けたらこれ継がないといけないんですよね。ここ打って返しがありますので、まあそういうところなんですけれども、ただコウ立てがどうも白のが多そうなんですよね。でまあコウ立て打ちまして抜きまして、でここを曲がりました。まあこれはコウ立てですね。はい、割り込む手がありますので、で継ぎまして抜いて、でここで冷静にね、ここ打った手が、いやこれ非常に冷静でしたね。はい、これでこう負けても、これ継がれてもこれでいいと判断したんですよね。でここを継がないと結局ここにコウ立て使われたら、結局ここで結局コウ立てがたくさん出てコウに負けてしまうとっていうこともあるし、まあここ継ぐことによってこういう出とか、あるいはここの出とかを心置きなく打つことができるので、でここに打ったんですけれども、これが非常にね冷静でしたね。冷静っていうかいい手でした。目に見えないいい手でしたね。これでどうもね半目勝ってるんですよ白が。今勝率 80% の半目有利ですね。これで白がどうも半目勝ったみたいですね。で上野四段もこれ、まあ、継ぐのが本手なんですけど、継いだらこれ継がないといけないですから、でまあこう打っちゃいいんですけど、結局こっちで寄せられるので、結局は同じで負けるっていうことだったかもしれません。それでまあここに打ちましたね。本来はこっち継ぐのが本手だったと思います。で抜きまして、で押さえて継いで抜いて、で出て、まあこれ寄せながらこう立て打ってますので白はいいですよね。こういってで抜きまして、でここで結局こっちをね打ちました。はい、結局また打ってもここで寄せながらコウ立て打たれるので、ですからここでですね一応こう当たり打ちまして、まあコウ立てが多いということですね。はい、コウ立てが多いということを打ちまして、で結局継ぎまして、で継ぎました。でこれでですねどうも半目勝ったみたいです。まあここでね跳ねて押さえて継いで、でこれが重要ですね。ここね打ちまして、継いで一目なくして切って、で継いで切ったんです。まああとねこう打って、まあいろいろなんか悪あがきしてくるんですけれども、ね、こう打ちまして、今は見合いですね。この一眼とこの一眼が見合いですから、でまあこっち継いで、まあなんかまたやってきますけれども、で結局まあここでねこっち継いで一目作りまして、で結局まあここまで打ちまして、最後まで打ちまして、結局ね白が半目勝ちしましたね。結局ねここでね変な手打ったんですけれども、ここでね、まあ、それがでもスミレマジックになったみたいです。はい、それでですね半目勝ちしました。はい、以上です。